日曜市で行列ができていたのは、オランク名物芋天です。芋天の味はどうですか、ね、めちゃくちゃ美味しいね。美味しいね。美味しい芋天。これからやっぱり暖かくなると春に向けてちょっとこうお客さんが戻ってきてくれるんじゃないかと思って期待しております。にぎわったのは高知市だけではありません。一方、県西部では真剣な眼差しでカメラのファインダーを覗き込む女性。レンズの先にあるのは足摺岬の灯台です。ツイッター見てたら今日一般公開があるって言ったので、ちょっと夜中ぐらいに急に思い立って来ました。連休初日の10日、年に一度だけの灯台の一般公開が行われました。訪れた人は普段は見ることができない海面からの高さ61メートルの絶景を楽しみました。もうすごい最高ですね。本当になかなかここに上がれることができなくて、うん、本当に今日は本当良かったです、来て。今日ですね、僕初めてこの灯台も来て、もう3ヶ月前からですね、もう来るの本当楽しみで、本当に来て良かったです。こう地球が丸いのが伝わります。太平洋の美しさ感じられて良かったです。高知観光を楽しんだのは日本人だけではありません。どこにいた？なんかもどうぞ。桂浜水族館でカピバラに餌やり体験をしていたのは、オーストラリア人のコーディさんとパートナーの高橋美幸さん。ああ楽しい楽しい、うん、めっちゃかわいい、うん、How is Kochi? ああ beautiful、 きれいきれい、うん、県によりますと、去年県内を訪れた観光客数は過去最多だった2018年の441万人を超えそうだということです。来年春には柳瀬隆さんをモデルにした新しい朝ドラも始まります。活気づく土佐寺観光シーズン最初の3連休も多くの人が高知の魅力を堪能していました。